とこちらもお願いします。はい、ハツカレーとかもお家にあったりとか。私ハツカレー初めて自分で全巻揃えた漫画がハツカレーだったんですよ。そうですね、多いですね。良さって どこにあるんですか。いや、もうどっから出てくるんですかね。もう読んでるだけで幸せですよね。そうなんですよ、もう読んでて、やっぱり少女漫画って読んでると胸がギューってなるんです。心臓がギューってつかまれる感じがたまんないですよね。あと私、先生っていう先生と生徒の禁断の恋愛みたいなそういう設定が好きで、もう先生大好きなんですよ。燃えるポイントですか。そうですね、やっぱりなんか私なんか漫画の中で階段が、あの学校の中での階段で上から上のこういう階段あるんです、はい、こうやって上に主人公いて、上にその相手がこうやって見下ろしてる感じ。あれが好きです。すごいマニアックな。あの角度とか大好きですね。マニアックですね。マニアックですね。